日国城は石川県加賀市に戦国時代に存在した日本の城。日野城、日野木屋城、日野木の屋城などとも書かれる。直下川と日、谷川の合流点の東にある標高118メートルの丘陵に位置し、北西約4キロメートルのところにある大正寺城の市場として運用された。 約10個の核が堀や土類などで囲まれ、主角は一辺40メートルほどであった。また、北側の尾根にも昇格群があったという。天文年間に、加賀国の一向一騎勢が築城したとされる。1555年の朝倉高史の加賀信仰の、際、大正寺城と共に落城し朝倉市の勢力下になった。1567年に、 堀江影忠が一向一揆と共に、朝倉義景に反乱を起こした後、足利義明による朝廷の条件として、同年12月15日に大正寺など他の四条と共に焼き払われた。その後、1575年に、織田信長が加賀に進攻して、江沼軍、野見軍を占領した際に、大正寺城と共に修復され、筒木広政、佐々町修羅が上司となっている。 広ロらは、加賀の平定に失敗したため、公認として、佐久間森正が入った。廃場年代は不明。石川県加賀市日谷町、白山群総合工事記録、越州軍記、信長後期。ありがとうございます。